れ映ってる？あれ？映ってるか。映ってるな。ちょっと。はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。はい。なんかね、最初映ってるか映ってないかちょっとわかりにくかったんですけど、映ってますね。ノーマンズスカイやっております。ついにですね、大型じゃないもんね、輸送船の、難破船を発見しました。というのもね、おそらく、なんだろう、難破船、難破船っていうか、まあそうだ、難破船だね。遭難船、まあレスキュー船、なんだろう、墜落船か。墜落船の、その、マシンがね、だいたいこう、種類が決まってるんですけど、ファイターと、なんだ、スキャナー？ソナー？なんだ、探索系に強い飛行機。で、こう貨物系の輸送機。で、シャトル。で、戦闘機ファイター。で、戦艦って書いてあるんだけど、ファイターあって、で、このソーラーシップがあって、あと、なんだ、宇宙怪獣か。有機生命体の飛行機があって、宇宙船があって、で、種類あるんだけど、一番これ高いんだよね。で、購入するのにね、べらぼうにかかる。ものすごくかかって、なんなら、途中途中で、こう、イベントで、こう、レスキューしたりとかする、貨物船の、船より高い。っていう、まあ、高価な船なんですけれど、で、まあ、それとプラスっていうか、補足説明に近いんだけれど、やっぱこう、種族ごとに得意な分野が違うんですよ。バイキンは戦闘、コーバックスは、科学調査。で、このゲックっていうのはまあ、なんか始まりの、最初期の宇宙の始まりの時になんか征服してたらしくて、まあ他の種族から嫌われたりとかしてるらしいんだけど、ゲックは商業に関して、トレードに関して、精通しているので、ゲックが支配する地域はおそらく貨物、輸送船が落ちてるだろうっていう、今まで回ってきたのがね、その、やっぱりバイキン、コーバックス、ゲックって回ってきてる中、まだゲック回ってなかったんだけど、バイキンとコーバックスのやつで、やっぱり、バイキンはシャトルと、ファイター系が多くて、で、コーバックスのところは探査系が落ちてたりとかしたので、まあ、おそらく、この地域だったら必ずこれが手に入るだろうっていうので探したらありましたね。まあ、やり方なんかがあるんだけど、向こうにもね、こう、救難シーンが映ってるでしょ？その惑星で、だいたい探せる救難って、廃墟。で、あれはね、人です。人が、人っていうか、宇宙人が、墜落して遭難してる。で、これは乗ってた宇宙人がもう死んじゃってるパターンね。いなくなってしまったパターンのやつで、もう誰の所有者もいない、やつ。で、プレイヤーはこれをゲットすることができるんだけど、先にね、ある程度、救難信号ピン埋めといて、あと、あれかな、墜落した貨物船かな、大きいやつね。いくつかね、ピン打っといて、で、最後にこれが来るようにしておけば、まあ、毎回探す手間が省けるというかね、あと、なんだ、確実に見つかるか。で、どうも、この墜落船、この場所をリスポンするらしくて、ここにね、拠点を建てちゃえば、ちょっと離れたところにね、見えるところに拠点立てちゃえば、よりやりやすく、金策にもなるってことなんで、ちょっと拠点を作っちゃいましょうかなと思うんだけど、多分アイテムが足りないかな。ちょっとね、拠点を作るのにはね、アイテムが足りてないんじゃないかなっていうのがあって、一応やってみるっちゃやってみるんだけど、基地コンピューターね、あ、有色金魚が買ってるかな。ここで、所有できますかっていうのをね、確認して、この土地ね、でも、見た目はいいんですけど、ちょっとね、雨が降ると、めちゃくちゃ暑くて、本当はここでやりたくなかったんだけど、もっとね、楽園の土地とかでね、
もう一回ゲックの地域で見つけて、でこのどうなんだろうな、輸送機に、輸送機ってか墜落する飛行機に関してこうリスポンするんだけど、だいたい24時間でリスポンするらしいんだけど、どうなんだ、種類は固定されるのかな。だとするんだったら、まあ、金策にはもってこいなんだよねこの飛行機。あ、まあ所有できたんだね結局。居住ができたので、そうだね、そう、土地を作りたいので、ま、なんだ、うん、どうしようかどうしようか、とりあえず今ね、でもフェライト足りないんだよな、炭素足りてないんだよな、すごい炭素足りないんだよ、炭素ゲットしないと。かわいいね。土地はいいんだけどね。まあ、先になんか、ゲットしちゃうから、ちょっと一回セーブして。セーブして、復活ポイントセーブしておいて、いろいろとね、あるから。なんかいろいろ物を移しといて、こんなんとか、まあ、こんなんとか、積みに乗せちゃう。使わないから。光を放つ、これも、いや、積みに、アップグレードでこうすごい離れてても積み荷をね、出し入れできるっていうアップグレードがあるんだけど、テレポーターみたいな、なんだろうね、マイクラで言ったらシェルカーボックスみたいなね感じのやつがあるんだけど、遠くにいてもね出せばね、共有できるみたいなやつがあるんだけど、今のところちょっとそれをね入れてないから、離れちゃうとね、あれで救難ビーコン、あ、ちょっと待って、ちょっと一回何、あ、間違えた、サイクロンバリスタ、よかった、触れる触れる、はい、でこれどうな、し、うわすごっ、めちゃくちゃだな。あ、でもシールドエースは嬉しいよね。比較するまでもない。で、船は1個空きを作っとくっていうのが、あって、空きを作っといて、コレクションの中にね、ないと今の船をこう、交換するってやっちゃうと、交換した船にはもう一回乗ることができなくなっちゃうんでね、必ず1個スロット空きを作っといてくださいっていうのがあって、今、コレクションにね、5席残り入ってるんだけど、そのうちの1席にプラスして入れたい。かっこいいな、見た目。でも、こんなボロボロじゃんね。これを担保にして、新しいのを交流するっていうやり方で、多分いいと思うんだけど、そのね、ま、なんだろうな、今現在使ってるソーラーシップあるでしょ？こいつをね、まあ、また別のタイミングで売ればいいんだけど、まあ、とりあえずコレクションに引き入れて、で、これは私の船になりました。あ、ここね、すごいんですよ。見て、あれ。かわいいでしょ？ほら。一瞬なんか映ったぞ。まだ探してない生き物がいる。かわいいでしょ、あれ。すごいでっかいヘラクレスオオカブトムシがいるんですよ。で、乗ることができるんだけど、乗ってみると、なんかね、デパートとか遊園地とかにあった、乗れるおもちゃそのまんま、遊具、200円とかさ、お金入れて、コイン入れてさ、グインガシャン、グインガシャンって動くやつあるでしょ？あれだよ、あれ。あれの感じがする。なんか気持ち悪いな、お前。顔が。虫？顔虫じゃない？あ、気持ち悪ー。あ、これね、私が持ってるでかいやつがいるんだけど、どうもね、この見た目固定みたいでね、他の星にもこれよりまたちっちゃいのいたんですよ。怖いな、あれ。固定みたいですね、デザイン。珍しいです。デザイン固定って、ノマズスカイって、デザインはさ、ランダムなんですけど、ここ。頭がね、違ってる。こ
このヘラクレスもね、こうパタパタ飛ぶやつの種類の中には、ここはなんかすごいでかい鳥が飛んでる。あれには乗れないんだよね。ここ嵐さえ来なきゃいい土地なんだけどな。まあいいや、とりあえずこいつをちょっと修理して、どうしようかな。この飛行機がね、実はあの交換用の飛行機で撮ってるんですよ、こいつをね。こいつを一旦撃ってきて、でここに戻ってきて、交換、あー、そうするとあれかな、あ、でも一回も所有はしてるんだよね。だからまあいや、一旦これを所有して直して担保にして交換してきて、で一旦こいつをスクラップにしてかな。まあいろいろ手順があって、ちょっとまあめんどくさいんだけど、いい飛行機ではあるよね。でもね、購入するって言ったらめちゃくちゃ高いんですよ。べらぼうに高いからな。シールドはね、別に。まず、これな。ピュアフェライトがない。日水ゼリー。日水ゼリーは作れる。ピュアフェライトが多分ない。取りに行かない。日水ゼリーは作れる。何個？ 1 個でいい？これ入れて、でちょっとピュアフェライトを探しに行こう。ここあったかな、ピュアフェライト。この辺のでっけえ岩削りはピュアフェライト出るんじゃないかな。あー、ポータブル生成器は置いていくか。あ、静岡弁のね、私静岡人なんですけど、静岡弁の中で大きいっていうのをね、でっかいって言うんだけど、まあ、でっかいぐらいは、でっかい、大きいぐらいは、まあ普通に多分言うと思うんですけど、静岡人は、あの、大きいものに対して、大きいとか、でっかいとか、すごく大きいって言うからね、すごい大きいって言う、でっかみたいな、うーわみたいな。大きいみたいな。いや、とてもとか、すごいとか、付け足したらいいものをね、そう、あの、大きさの、この説明を、はしょるんじゃないですけど、なんかね、こう、ニュアンスをでかく、大げさに言うところがあるそうですね。聞いた話によると。意識したことがないから全然わかんないけど、そういうのがあるそうですよ。ピュアフェラ？ピュアフェライト。あ、ピュアフェライト。ピュアフェライト。塩も手に入る。塩はいらないな。シールド S は欲しいよ。あそこに土地を所有するのを置いたので、まあ、あそこがね、ここが基地になるんですけど、もう一回土地所有のやつ置いちゃったから多分いいか、一旦は。ここね、月なんですよね。なので、他の星よりね、狭いので、来ようと思ったらすぐ来れる。綺麗なんだけどな、雨降るとすごい暑いんだよな、めっちゃくちゃ暑い、すんごい暑い。もういいかな、もう OK かな。ピュアフェライト、ピュアフェライトと、パルスドライブか、機密シール、秘密シールって何が必要？ああ、濃縮炭素ね。
濃縮炭素。なるほどなるほど。全然持ってない。今ね、なんかいろいろこうやって飛んでる、パタパタ言おうと。この辺にないかな、濃縮炭素。嵐来るよ。一旦こいつで、オプションのうちの一つではなんか交換するのにちょっとね。まああれももともと欲しかったは欲しかったんだけど、まあね、なんだろう。お、くそ、こいつらが飛んできたから私の船が呼べなくなっちゃった。角度を合わせて、あーこっち来ちゃうと、あー小惑星帯が、でかい船だからねこれ。置けない。俺近くにいるから。置けなくなっちゃった。飛んでくるなよ。まったく。まったく飛んだぜ。俺だけ離れりゃいいかな。ああ、来ない。行くか、自分で。こんな遠くないとこにいたはずなんだけど。またその船はどこですか？その船はどこですか？うちの船は。あっちか。もう呼べるだろう。よし、来い。我がゴールドシップ。最初からこの色だったんだよね。ゴールドシップって名前なんで。明かりがね、光が、ね、当たると金色に光るんですよ。黄色の。黄色？ちょっとくすんだね、色の黄色なんだ。あれを担保にいろいろしたいけどね。結局水死、ああもういる。そこにいる。ここにいるじゃん。これがね、本当はこいつが、メインシップの予定なんだけど、もしね、もっとかっこいいの見つけちゃったとか、もっとランクが上なの見つけちゃったって言った時に交換するためにこいつを乗ってたんだけど、あっちに変えるかな。でこっちをスクラップにして、悩ましいな。いや今はこう船をねゲットするっていうタイミングじゃないから、まあ、こいつを使って一回バラして金にして担保にしてから別のを購入してみるか、いいやつをね、これよりちょっとランク下がるやつ、ランクっていうか見た目が下がるやつ。ほんで C ランクだけどね、このタイプの船のね、特徴というか、料金の目安がね、このデザインで、後ろの尾翼みたいな部分、この出っ張りの後ろの部分がついてたりとか、あとはこのサイドのブースターだよね。が、ついてるタイプ。
まあ大きさだよね、簡単に言うと。大きさが、でかければでかいほど。で、クラスが、まあ、クラスが上がれば上がるほど高くなるのは確かに他のも言えることなんですけど、とにかくね、C クラスでも見た目がでかくなればね、金がめちゃくちゃかかるっていう。そうだなぁ。シールド S 欲しいから、やっぱこいつ解体しちゃおうかね。ずっとうるさいけど、ババンババンって言ってて。まあ、一回上に行って、まあ、売ってきてだな。こいつ売ってもいいんだよな。かっこいいから、やっぱコレクションしたい。いや、かっこいいからね、飛行機ね。同じ飛行機揃えてもかっこいいからね。いやー、その、スポーツカーを、金持ちがスポーツカーを何台も買うっていう気分がよくわかるよ、これ。ね、いろんな、こう、やっぱ、こう、まあ、かっこいいってやつをね、揃ってね、揃えて、だんだん揃えていく。乗らないけど揃えていく。気持ちはわかるな。いやでも金持ちはそれでやってね、あの世界を回してくれりゃいいんだよ。溜め込まないで金持ちはどんどん金を使ってくればいい。で、欲を言えばしっかりね、整備してね、たまに乗って。自分で乗れない場合は誰かに貸して乗させてあげる。あ、そういえばなんか、全然関係ない話だけど、高級車を買って、で、個人で、要は高級車レンタル、もちろんその都度、保険に入ってもらったりとかね、そういうんだけど、貸し出しで、やるっていうのがね、ちょっと一時期前流行りましたね。けど、なんだろう、ここ最近やっぱり、そのまま持ってっちゃう人とかね、海外に持ってっちゃう人とか、いたので、まあ、気がつけばね、もうないとすげえいっぱいあるから。気がつけば、そんなのも、商売も、いつの間にか、なくなってしまったというかね、一時期流行ったけどみたいな形になっちゃったね。もう悪い人が出始めちゃったから、そのどこにね発信機があるとかね、 GPS がついてるとかね、すぐにね外しちゃって、でそのまま高級車をね売った方がね稼ぎになるっていう人たちがいるからね。知識があればできることだから、やっちゃう人がいるんですよ。炭素がめっちゃ足りない。なんでこんな炭素ないんだろうか。間違って売っちゃったのかな。濃縮炭素はいっぱいあるのは知ってる。通常炭素がどこにもない。コンテナ。コンテナ。そうだよな。なんでこんななくなっちゃったんだろうな。採掘してなかったからかな。まあでも、ゲットできたから、どうしよう。本当にどうしよう。悩むな。すごい悩むな。ピュアフェライトを一旦ずらして、この辺ちょっとリチャージしようかイオン電池使っちゃう。え、持ってかなきゃいけない。酸素。え、なんで普通に持ってかなくてもやってくれない。プラズマランチャー持ってないからな。プラズマランチャー持ってないからな。ほい。卵もう帰る。あ、まだか。まだ帰らない。あ、こいつは帰るな。スキャンで大きさを変えられるけど、大きさ変えちゃうと乗れなくなっちゃったりとかするから、今のところいいや。まぁ、こんな感じかな。よし、とりあえずどうしようかね。一旦、でもやっぱり、どうしよう。崩すか。いや、崩すのはその先でもいいか。なんだ。抽選を崩すことによって、たまーに手に入るらしいんですよ。アップグレードの、ね、アップグレード購入の、回収されたフリゲートモジュールってやつがね、手に入る可能性があるらしいんですよね。確か。どっちだったかな。宇宙船貨物室アップグレードかな。回収されたフリゲートモジュール。これがね、これがね、カタログとか載ってるかな。あった。貨物船の墜落場、あるいはフリゲート探索の際、あ、なんだ、探索でも手に入るんだ。
貨物船の墜落場か。あ、じゃあ貨物船の墜落場は探した方がいいな、今後。これがね、ないとね。一回売っちゃったのかな、もともと持ってなかったのかな。またなんかあるよね。あ、とにかく、これがね、必要なので。まあいいか、担保にして一旦売るか。それが良さそうだな。で、まあ24時間経って、で、また、あそこに本当に発生するのであれば、それからまた、掘削していけばいいか。そういえば船団、船団もね、アップグレードしたいんですよ。アップグレードっていうか、新しい船団が欲しいんですよ。船団管理と。壊れてない？修復とかそういうのはどこでできるんだろう。壊れた時だけかな。 B 型でしょ。これも C 型。C 型ってか、クラス C か。これクラス C。一応今のところ、こう、欠点がないのをね、連れてきてはいるんだけど。あとなんかこう、ミッションを繰り返せば繰り返すほど、なんかランクが上がってくらしいので、まあ、無理してね、B ランク、あ、なんだ、高いランクのを購入しなくても、回数重ねればいいみたいな、っていう話は、ウィキには書いてありましたけどね。じゃあ、とりあえず探索に出かけてもらいましょうかね。新しい探索、設計図を見ます。1時間、安定した探索。2時間、研究についての探索か。産業についての調査。まあ、時間見て、ちょっと近いやつがいいかな。解き放たれた宇宙での、探索。工業はちょっと行ってみようか。で、工業船、ちょっとランク高いから。で、何かあった時用に戦闘艦もつけて、一緒に行ってもらいましょう。飛んでったと。で、戦闘用のフリゲートは、複数艦持ってて、で、自分がね、こう、宇宙空間で戦闘するときに一緒に支援して出てきてくれるらしいんです。らしいっていうか、出てくるんですけど、戦闘隊もいるのでね、うちはね、雇ってるので、出てくるとね、自分の仲間2機、フリゲート艦から出てきた2機、で、自分合わせて4機、あ、じゃあ5機で、こう、戦闘すると、まあ、ごっちゃごちゃして、なかなか戦いにくくてね、今までよりね、倒しにくかったりとかする。めっちゃ火吹いてるけど、これ、購入してくれる人いるかな。あれ、飛べない。あれ？あ、そうか。まだ機密シールとか貼ってなかったんだ。フェライトの塵がない。フェライトの塵がない。待って待って。あ、とりあえずでもここに置かれるってことは分かったから、いいや。ここに置いといてもらおう。フェライトの塵がない。機密シールとブレードぐらい購入できないかな。素材集めはね、サボってたから最近。いやでもこのゲーム楽しいね。ずーっとやってるよ。やっぱコレクション要素があるとね、要素があるとね、楽しいですね。鉄板売ってない？秘密シールと鉄板が欲しい。あ、1個か。機密シールはない。機密シールは何で作れたっけ？鉄板1個。
鬼滅シールは何で作ったっけ。あ、普通に作れる。あ、濃縮炭素がね。はい。よし、OK。これでよし。これで飛べる。これで飛べるから飛んでって、こいつを担保にもっといいのをね、購入すると。直した方がそりゃいいけど、まあお金はプラス持ってるからね。ステーションか。下に、下の、惑星の、見つけにくいからな。いくつかはね、見つけたんだけど、目の前にあるの、船団いるから船団で購入しよう。これも結構いいデザインしてるよな、これな。あ、本当だ、旋回性割る。こりゃ戦闘はうまくいかないな。デザインはすごくいいよな。これがさ、なんだ、飛び立つときにこのノズルが、サイドのノズルがね、こう下を向いてて、で下からこう上げて、で、前に飛び出すみたいな。でその時にまた変形するみたいなのが来てくれると、やっぱ使いたい人増えるんじゃないかなと思うし、あとはそうだね、例えば大きいから、大きくて旋回性がないからオートタレットがついてくれるとかね、あればいいけど、タレットとかついてくれたら多分、え、何？急な信号？やめて、まだ何もつけてない。何機来る？何機来る？敵海賊何機来てる？1機、2機ぐらい。うわ、結構来てる数。この状態じゃちょっとあれだな、きついな。ちょっと待って、直せない？これ。あー、ソジュームないの？ソジュームないの？そう、何もつけられない、何もつけられないぞ。私が攻撃できないから攻撃してくんないんだよ。うらしかも今あれがないからな、シールドないからな、戦っちゃいけないんだよ。こっちにタゲが映ってくれれば、あの味方が撃ってくれるから、それで、うらうらうら、うら、ダメだ。そう、味方が撃ってくれない。戦闘中はね、入ってくれないんだよ。なんか撃たれたぞ。あー、あ、撃ってる撃ってる撃ってるけど時間かかるな、この数だと。すまない、
すぐ戻るから、すぐ戻るからね。あ、うちの船も緊急態勢に入ってるから。え、遅い遅いなこの船。よいしょ。タク、もう。ほら、行くぞ。もう武器がない時に来るんじゃないよ、そういう。たまにあるよね、こうタイミングってね。お待たせ。お待たせ。どこにいる？敵。それ購入でしょ？通信切ります。敵は？敵は？あ、もう終わった？これはもう終わったのでは？入ってみたら多分感謝されるかもしれない。ありがとう、助かったよって。報酬だけ受け取れるもんね、戦ってないけど。もらえるかな。中入れるってことは報酬もらえる可能性がある。いやいや、すいませんね、武器がなかったもんね。いやいや、すいませんすいません。あ、代わりに報酬をね、うん、報酬をありがとう。戦ってないけど、私は一発も撃ってないけどね。この辺チラチラ飛んだだけだから。これでも船交換してくれるからな、ありがたいよな。いや、操作性全然違うわ。うちの船でかいんだってわかるよ。あれだな、やっぱ宇宙ステーションに購入しに行った方が良さそうだな、これだと。こいつはまあ毎回乗ってたからね、いろいろ。カスタマイズがね、いろいろあるんだけど。骨董座標とかね。三重水素とかいいや。ソーラー線はね、やっぱね、これ地上で、にいるときに太陽が上がってればやっぱ充電されてってましたけど、充電効率はそんなに良くなかったね。まあなんだ、発信テクノロジーのやつでプラスしてつけられるやつがあるんだけど、これね、これとね、重複しないらしいので、どっちかが多分強い方が優先されちゃうんだろうな。再充電装置。
太陽、後発電パネル、停泊中に燃料わずかに補充と。あと、なんだ、発射場みたいなところからも補充できるんだよね、これ。発射場、着陸、発着場か。発着場のところだと、まあ、発着するのに対して、発進するのか。発進するのに対して消費しないんだけど、プラス充電されていくっていうのがある。で、まあ、ソーラーの場合はどうなんだろうな。発着場でも、太陽風から、推進力を生み出すことも可能、ことを可能にするって書いてあるけど、別にそんなことはないですね、ゲーム上。ゲーム上の特性としては、すごい、推進の、燃料のコストがかからないっていうのが強いってだけ、強みってだけな船なんだ。まあ見た目がかっこいいからね。まあ本当に探索とかするんだったらこの船じゃなくて、まああの貨物船みたいなのがね、一番ベストってベストなので、とりあえずこれ全部外すのか。そうね、中になんか入ってるかな。入ってた、入ってた。これ売れるやつだ。分析するといろんなもんよ。よいしょ、よいしょ。おさい。このままで売った方がいいのか、分析した方が売った方がいいのか、まあ、ちょっとよくわかんないけど、分析して売った方が多分おそらくいいんだろうけど、まだね、その分析された後に必要な、ね、素材が、まあ、今後、その、こっちのね、貨物船のアップグレードで必要になってくるんじゃないかなっていう、大型貨物船のね、アップグレードで必要になってくるから、多分かなーっていうのがあるから。ベレット、回収データ15。これとキューブはちょっと一旦こっちに戻して、遺跡とか発掘しないから今。電池、熱防御が本当は欲しいところなんだよな。まあスペースが広ければね、あの貨物船じゃなくて、あの輸送船にうちのやつを乗せといて、その、なんだ、星、その星、その星でこれ使い分けるっていうのが多分一番ベストだと思うんだけど。まあ、それができないからね。この星は特に危険な動物いないから。とりあえず、ペットにする空きもないしね、今。ウラン。ウラン、どうしよう、ウラン。有色金属が必要でしょ。に水素、いろいろ必要になってくるな。回収データついでにスペースアノマリで回収データやってくるか。よいしょ、ようやくだな。あ、こっちにもいた、輸送船。あ、向こうにもいる。あれ違う、そっちのがこれか。ん、いや、距離が分かんない。あ、これはこっちか。ここで購入できないかな。撃ったね。すいません、来るかな、輸送機。地上の方がいいんだよね、飛行機の、あのガチャは。入ってきてくれれば、入ってきてくれるかな。パッと見入ってきてくれる感じがしないな。出よう。じゃあ、うわあ、でかいから。
よいしょ。宇宙ステーションへ。ロボット船が多い。宇宙ステーションへ。まだか。宇宙ステーションへ、ゴー。かっこいいな。この船捨てちゃうのか、惜しいな。色も綺麗だしね。まあそうは言ってもしょうがない、しょうがない、ぶっ壊れてるからね。来てるの？来ないかな。あの救難ビンコ出てる人たち助けた方がいいかな。いやーかっこいいよな。戦闘機、まあ、値段を見てみようか。分解すると大体、あ、4000、これぐらいはもうね、多分普通に交換条件でもらえるぐらい。これ後ろがこれないでしょ、これ後ろがちょっとあるだけで高くなる。効果でようやく帰るって感じ。なんか飛んでっちゃった。飛んでっちゃったよ。中身見たかったんだけどな。あ、また来るか。来るか。アセント。同じタイプの。つくだけでね、すごい高いから。これもいいよな、でもデザインは非対称な感じがね、いいですね。前から見るとね、非対称な感じが、あー、いいですね、いいですね。交換しても4000万か。でも今9000万でしょ。1、10、100、1000万、10万、ちょっとね、1、10、100、1000万、10万、100万か、900万か。1、10、100、1000万、10万、100万か。まあ、900万。これくすんでない？なんかマーク実際は書いてあるんじゃないのかな。なんかマークが入ってるはずなんじゃないの。デカールが入ってるはず。じゃあウルトラにして見る、見るかな。あ、見れないか、関係ないのか。
デカールが多分テクスチャーが貼ってあるんじゃないかなと思った。そうだよね。シャトルなんかもね、なんだ。お釣りが来るよ。ゲック喜び、必ずゲックは喜んでくれる。これね、彼ら商人だから、ね、必ずこう相手によくし見せようとしてるだけだからね、本心から喜んでるわけじゃない。まあ友よとかって言ってるけどね、他はゼロユニットうちの方が全然高い。友よとか言ってるけどね、まだ、ああ同じタイプのね。これデザインかっこいいからね、欲しいよ。それ焼きがないからね。デザイン的にもかっこいいんですよ、このシャトル。なんか戦闘もこなせそうな感じでしたね。かっこいいよね。これをね、一から直すってなったらね、すごい金かかるから。拾った船をね、修理してね、使おうかなって、ね、頑張った時もあったけど、無理だね、あれは。コスト考えたら別のとこで購入して売った方が全然儲かる。しかし来ないな、輸送船が。武器だけ戻して、あ、でもなんかシールドがな、うるさいんだよな。有料で修理してくれるのがあってもいいと思うんだけどね。こういうのついてるとなんか潜水艦っぽいな。出発の時にね、このノズルが下を向いてくれたらね、あのエヴァの重戦闘ヘリか、重戦闘機か、どっちかな、忘れちゃったかな、あれっぽいよ。色がもうそれだったり、それだよ。来ないよ、貨物船が来ないよ。お目当ての貨物船が来ないよ。いや今本当に来られるのはまずいって。無視無視無視しよう無視しよう。来た、無視してると来るのか勝手に。やるの？痛い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 。よし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 、追い返せ追い返せ。痛い痛い痛い。確証がねえなあ。武装がない時に限って、おっと、あれ、あ、着陸できない。戦闘中は、戦闘中飛び上がることはできても着陸はできない。うん、厄介。痛い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 。あいててててて、あいててててて、あいててててて、
まだ来てる？まだ来てるっぽいね。もうすぐなんか貨物船飛んでくる。あ、振り切った。振り切ったっぽいぞ。銃だけでも直しといた方がいいかな、ソジウムで。大気圏内めっちゃ動かしにくい。どこだったかな、家の近くに、確か設定した近くに貿易施設があったような気もしないでもないんだよな。あ、違うわ、あっちだ、あっち。シールド壊れてくからね、直せないから。今はもう何もできないからね。このビーコンの近くに確か、ワオ、ラッキここで新しいの購入できるでしょ、交換しよう。ここがね、こういう施設の方がほらほら来てる、ほら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 、こういうところの方がね交換しやすいから。どこ行った、さっき。今持ってるよりなんかすごいでかい感じがするけど、まあいいや。でかっ、輸送船って感じのやつ。こんにちは、どう、交換しない。うわ、でっか。買えなくはないのか。この船安いな、見た目の割に安いな、この船。今の金で簡単に交換できるっていうのは安いな、この船。やめとこう。もうちょい、もうちょい財布痛めてもいいから、いいのを買いたいな。ごめんなさいね、なんだろう、ノーマンズスカイってこうやって船の厳選始めると、ただ船が来るのを見てるだけになっちゃうんで船ガチャ配信になっちゃうんだよね。でもなんかこう、あの船はあの船でカーゴスペースがすんごい広そうに見えてね、いい感じはするんだけど、ザ輸送船って感じはするけど、ランクが低いからね、見た目より積載スペース少なそうな感じがするね。別のが来た？ファイター系だな、さっき来てたのと同じやつが来てるな。対象デザインかっこいいよね。なんてかっこいいんだよ。お、なんだ、リロンってる。あ、そうか、今日は金曜ロードショーだからな。あ、飛んでっちゃった。いつの間にか。
こう本当はこの大岩が結構ここまで来てるはずなんだけど、くり抜かれてる感じだな。こういう線置いとこう。あ、同じタイプの飛行機が来てるよ。ガチャ失敗じゃん。ちょっといい感じのが確かね、飛んでるからね、来てくれるといいんだけどな。あ、住民と話、住民っていうかゲックと話をするか。私のあのタイプの飛行機多分購入するってやったら結構するんだよね。完全に直したら結構する。どうも。結局教えてほしい。旅のシンボルでいいです。まあ、あったらあっただけね、覚えるだけだったらもう一番上で別に選ぶ必要ないからもうね。これ選ばせる意味あるのかなって思いたい。最初はもうこうなんかトレードに関係するのをね。あ、ごめんよ。あ、また来た。これさっきとは違う、さっきと一緒でしょ。あ、いいじゃん。たし、あれね、 S クラスが来ることあるんで、ね、全然買えないけど、ちょっと見てみよう。見た目がかっこいいからね、 S クラス来ることがあるんですよ。首が長いからなんかね、戦闘にも。こんにちは。どうですか、うちの船と交換しませんか。あ、 B クラスか。これの S クラスをね見つけたんですけど、まあ B クラスでもいいでしょう。 B クラス全然足りない。34、え、じゃあ、なんだ、3400万か。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、3400万。足りない。デザインがいいのかね、こうセットがいいのかね、これ高い。さっきの船は C クラスでも買えない。まだいる、さっきの。さっきでない、いないな、もう飛んでっちゃったな。もう見に行くだけ見に行ったけどね、あれ買えないでしょ。こんだけ差が出るからね、この船に関しては。交換した時もチラッと見たけど、私のね、あの船修理が全部終わると100万相当、じゃあ100万じゃない、1100万相当か、1400万だったかな、書いてあったかな、相当で売れるらしい。今段階400万でしか売れないけど、それでも普通のシャトルからしたらね、数段違うからね。パーツによって多分値段変わるんだろうな。あのなんかサイドのブースターがなんかこの船の価格を引き上げているような気がする。デザインだよね、多分パーツごとの。何が来た、何飛んできた。あれも貨物船だね。貨物船か。輸送船だね。おお、来た来た来た。お前でいいや。交換しない?あ、B? さっきより、目が、ちゃいますな。下取りに出して予約変える。まあ痛みはするけど、そうだな、スロット数は今の方が多分多いんだろうな、全部直ったら。
ああ、カーボスペースはこっちの積み荷の方が本当だったらなんか増えてもおかしくないよね。交換するか。でも高いな。クラス C でいいんだよな。高いな、これ。でも輸送船って感じがして嫌いじゃないんだけどな。こっち飛んでたやつは飛んできたやつは行っちゃった行っちゃったな。あ、別のなんか輸送船が来たの。会話するとちょっといなんだ長引くから。あ、この船安そう。後ろが短い。どうだい、いくらするこれ。下っ端だって。あ、ビレイクラス、ベイクラスですか。これも高い。あ、でもさっきよりはまあ安いっちゃ安いって感じかな。なんかガス運搬船って感じだよねこれはね。私のはなんか輸送船なんだけど、ちょっとやっぱブースターノズルのねデザインが同じタイプをせめて買いたいな。ブスターノズルに関しては。一番最初のやっぱ C クラスがちょうど良かったのかな、購入するんだったら。次のが来てるな。これは戦闘タイプ。いて、なんかぐしゃっと飛ばした。これシャトルタイプ。戦闘タイプもこの辺の戦闘機は結構いいデザインしてんだよね、やっぱ。星によってある程度型決まっちゃうから、ね、あ、飛んでく。もし購入するんだったらこのシャトルかな。かっこいいからちょっと乗ってみたい。これはデザインかっこいい。この辺ドッキングしそうだよね。いいデザインしてるな。これ自動生成でしょってわけでもないか。ある程度デザイナーがデザインしたんで自動生成とは言うけどね。生成されたのちょっと手直しはしてるはずだから。なんかボーダーランズの銃もいろいろのすごいランダムでねデザインされてるんだけど、あれもねなんかパーツジョイントじゃないけどパーツそれぞれ組み合わせてこうランダムでっていう形だけど、やっぱパーツのデザインがね一緒になってくると、わあ下から見てもかっこいいな。あれいいな、かっこいいな。いや6機までしか持てないのがな、辛いよな。え、ソーラーシップだ、珍しい。ここにも来るのか。お、また来た。あれの C クラスで安くならないかな。でもソーラーシップが来た。ちょっと。おー。
珍しい。この地域に来るのか、そうらしく。あ、このタイプね。これの赤いタイプ前持ってたんだよね。こんにちは。こんにちは。いくらですか。いくらですか。いくらですかね。いくらかな。クラス C。やっぱ高いかな。高い。ダメだね、やっぱ。このタイプは買えないね。どうやってもこのタイプは買えねえわ。ほぼほぼ同型には近いんだけど。買えないか。そうか。タイプは。似たような感じのやつでいいからな、欲しいな。ちょっとね、なんか大きすぎるんだよね。で、大きいのなんで嫌がってるかっていうのは実は理由があって、その船から発艦するときにね、ぶつかるんですよね。で、それでね、次元の向こう側に行っちゃうんですよね。テクスチャーのね、張ってる。それが怖くてね。あれが後ろの部分がこう、そっちのシャトルとね、ちょっと似てるけど、ちょっと違うのがね、やっぱわかる。それがちょっとアレンジが加わってるね。お、来た。なんだ？シャトルか。これもかっこいいよな。シャトルもシャトルでかっこいいんだよね。このタイプのシャトルよく海賊船で飛んでる。さっきも言ったけどね、宇宙ステーションでこうガチャでスタンバるより地上でスタンバった方が絶対ね、飛行機のねサイクルが早い。すぐ来てくれる。いいな、このこういうシンプルなデザインのシャトルも好きですよ、私は。あ、いいね、シャトルって感じでね、いいよね。こういうのね、まあ、もう空きがないからしょうがないんだけど、なんかソーラーシップが結構流線型が多いんだけど、角張ったタイプのね欲しいよね。お、あー、これか。なんか横が汚れてるやつか。やだな、これ横汚れてるの。これ銃さ、銃座ここについてるけどさ、個人的にこっちについてて欲しかったな。一応見とくか。こんにちは。おいくら万円？クラス B。横になんかデザインっていうか、なんか色がついてるのは何なんだろうね。まあ購入しようと思ったら買えなくはないか。一番安い感じだもんね。この部分が気になるのよ。この部分汚れてるからやだな。あ、汚れてなかったら購入するけど、押さえて汚れてんだよな。ただバグかな、これは。テクスチャーバグかな。汚れてなかったらな、購入するんだけどな。
まあそうは言っても向こう側からしたらこっちの船はねぶっ壊れてるからね。パッと見あれだ、詐欺だよね。あの船と交換して、あいいねいいよっつって中開けてみたらボロボロだからね。詐欺だよね。いやゲックに詐欺を働くか、なかなかだな。これはあれだよね、なんか昔のジェットエンジンっぽさがあっていいよね。この銅が長くなるのでクラス上がる。銅がね短いからね、 C クラスとかね安いの確定だけど、逆にこれでランクが S とかいってたらね、マジかって購入しちゃう。シャトル系はもうこの見た目のなんだ、この部分のコックピット固定なんだろうな。他に見たことないからね。いやーこの中ノズルがね、部分ベクターノズルの部分がねいいですよね。あまた来たけど高くて買えないやつが来た。一応話だけでも、もしかして安くなるかもしれない。もしかしたら安くなってるかもしれないから。こんにちは。もしかして、A クラス上がってる。絶対買えない。うん、高い。クソ高い。なんで空飛んでる貨物船より高いんだろうな。普通逆じゃないかな、値段的に。貨物船は無料で手に入るミッションがね、こうストーリーの中で、こうレスキューで、一番最初のレスキューに関しては、貨物船を入手してなければ、ただで手に入るっていうのがね、あるから、いいんだけど、輸送船でこの価格は貨物船と逆では、貨物船がだって500万ぐらいでね、ランク C の買えるのに。1000万超えちゃうとな、手に入らないよな。全部直せば高いんだよ、まあ、現状この安さだけど。シャトルか？シャトルじゃないの？ちょ、なんでこんなずっと暗いんだ？一日中暗いような気がするんだけど、気のせいかな？探査船ももうゼロユニットで交換できるぐらいなんだ。よほど高くない限りは全部ゼロだ。ゲックの探査船は珍しいね。なんかゲックはもうシャトルと輸送船しか乗ってないイメージがあるから。もしかしてここ月の裏側なのかな。あでもあなんだ、そうでもないわ。昼間になってきたわ。ずっと暗いままかと思ったわ。おかしいな。やだ、嵐来るのやだな。いやーかっこいいんだよなこれな。ちょっと乗りたいんだよな。まあ、コックピット内は一緒だろうか。デザインは一緒だろうけどね。かっこいいよね。こんなちっちゃいね、部分からね、強力なレーザーとか出てくるってすごいよな。もっとでかいはずだろう。デザイン。ちょっと
のガンポットのデザインもうちょっとでかくてもいいと思うんですよね。私みんなちっちゃいから、もう2倍ぐらいの大きさになっても全然いいでしょう。むしろ強力な船になればなるほどガンポットでかくしてほしいな。ガンポットのサイズが小さいからなんかね、本当に戦えんのかこいつみたいな、ね、雰囲気になります。お、輸送船の影は、お、輸送船の影は、よしよし、ちょっと熱いけど、あ、着陸した。あれは、あれは羽がない、羽がない、横羽がない、横羽ないな。これとかもうなんだろう、ただで交換してもらえないかな。これは横羽がないんだったら、横羽ないよ、シュッとしてるよ、こう見ると魚みたいだな。あ、高い。でもやっぱ後ろの部分が割り食ってるな、デザイン。向こうはこいつにしちゃうか。熱い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 、これ購入しちゃうか。色もいいし、値段だな。あ、全然買えないあれか、これ機種のデザインが高いんだな。機種と船尾が、くそーだけー。こいつも思ったより高かったからな。後ろのデザイン、この部分のデザインもね、やっぱ横のデザインもね、あの貨物の横の部分のデザインは多分安かったんだろうけど、後ろと前のデザインが多分高かったから、それだけの値段したんだろうね。いやー、これ、いやー、ちょっとなんかダサい。悪くはないけど、ちょっとダサい。すいませんね、まだこう長く続きますね本日の動画はこれで終了ってならないな購入して終わりたかったんだけど。お、行くぞ。デザイン的には高いからな、私のあのぶっ壊れた船も。でも修理するには骨が折れるからな。シャトルと交換してもしょうがない。そういう船尾後ろの部分のデザインだけでもなんかスターウォーズチックだよね、あれね。だからかっこいいって思えちゃうんだ。あ、これガス系か、ガス系か。ガス系か。やっぱここの部分の長さによっても変わってくるよね、値段。あとやっぱ後ろの長さ。フリゲートが、フリゲート艦操縦したよな自分で。あ、クラス B 高いな。ギリギリ購入できるのか。
悩ましいな。あ、同じ船が来た。やった、これは幸運。待った甲斐があった。いくらするんだ。これ絶対高いだろう。これ絶対高いだろう。買えないだろうこれ。買えねえ。 C クラスだったら絶対買えたのに。買えない。でもまあクラス A にもなるとこれだけの値段するんだな、あの船は。全くデザイン同じのが来たけど買えねえ。いや買えねえ、高すぎる。C クラスだったらな、買えたのに。やっぱ来るね。やっぱその星で、やっぱこういうとこで来るやつが墜落してるね、確実にね。また来たの？そんなに買ってほしいのかい？また来たよ。もうこのサイズだったら、もうこれ横いらないよ、私は。このサイズだったらね、この横がなければね、欲しかったな。デザイン欲張るからね、やっぱり自分の一番欲しいやつがね、来てくれるのが一番だから、このゲーム。もういくら前にしてもいいけどさ、今ね、それでも今持ってる方だよ、お金。こんだけ金持ってるね、だいぶ今買えるはずなんだけどな。ソーラーシップはね、安いんですよ、やっぱり。まあ、シャトルなんかよりは全然高いけど。お、来た、来た。でも、あ、なんか、あ、まだ後ろがまでもあるか、前は首が短くても後ろがまああるから、これにしようか。ね。こんにちは。交換しない？交換しよう。でしょ、クラス C でこれならいいでしょ。あー、担保にして交換する。コレクション追加まだできるのか。あれ、いや、まだでもコレクションできるのか。じゃあまだ墜落性もあれだな、別でゲットしても良さそうだな。あ、いた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 、こういうことがあるからな、でかい船は。よしよし、銃も撃てるし、これなら大丈夫だろう。輸送船って感じだな。これやっぱもうちょい、やっぱね、頭が長ければちょっとかっこいい、バランス的にかっこいいんだけど、そしたら多分すげえ高いんだろうな。よしよし、なんかの、おお、かっこいいな、こういうコックピットなんだ。なんか、いや、かっこいいな、これは。四角いコックピット、そうそうないからね。シャトルとこれしかないから。おー、あ、上もかっこいいな。好き、こういうの。こういうデザイン、好きだよ。ちょっと待って。ちょっと、あ、そこバグってるね。セールシップのやつが出てるね。自分の家、どこだ？あっちか。で、ここからまた少し家を建築しながら、ね、建築してたら勝手に24時間経つから、そしたらね、次からね、売って、増やして、売って、増やして。おいしい。これを担保にしてまた別、これね、新品の船だから、さらにこれを担保にして別の船を購入するっていうのもね、お金を貯めて、いいんじゃないかな、それも。でもこんだけスペースがあるのはね、本当に。
変わった船が飛んでます。あれは探査船か？探査船だな。ちょっと変わった船飛んでるな。同じタイプの船がいる。これでクラスがちょっと上がってたりとかするから、ちょっと話を、すいません、すいません。クラス B とかになってる可能性があるかな。変わんないか。あ、全く変わんないな。あ、私の方が高いのである。あ、シールドの性能が私の方が上だからか。高いな。でまたここでね、待ち続けてね、交換するっていうのね。あ、いや、そうでもないか。飛行機の厳選はね、それが楽しいからこのゲームやってるまであるからね。はあ、首が長いタイプが来た。ちょっと見てみよう、ちょっと見てみよう。もう一回降りて、もう一回降りてちょっと見てみよう。デザインがいいから、高そうだけど。あ、やばい、貨物船がいっぱい来た。いいぞいいぞ。ちょっと一人ずつ、一人ずつ、急げ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 、飛び立つ前に急げ急げ急げ。話しかければちょっとね、待ってくれるから。ちょっと待って、ちょっとこっちだ、こっちだ、こっちだ。ちょっと待って、敵が来ちゃったよ。クラス C、 これは買えない、高い。あー、攻撃されてる、攻撃されてる。向こうは？向こう向こう向こう。ああ、同じタイプだな。これは多分高いだろう。これくらい？これくらい？これやっぱり高い？あ、クラス C だったら買えない？高い。こっちは、こっちは、こっちは。嵐の中でも、こっち、こっちでも後ろかな、ないな。あ、後ろあるじゃん。あ、クラス A だ、絶対買えない、絶対買えない。よし、 OK、 終わった、編成終了。戦おう。よし、今度は戦えるぞ。さっきの屈辱は晴らしてやる。今度は戦えるかな。どこだ。戦は戦いにくいって言うけどな。どこだ。うら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 。これでもか、これでもか、これでもか。さっきはよく待ってくれたな。
痛い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 。これでようやく基地設営に向かえるな。いやー大変だった。あ、バグが治ってる。あ、猟機が飛んでるよ。こっちは安全になるまで一緒に飛んでてくれるんだな。猟機がいるとやっぱ変態組んで飛んでるって感じがいいよね。ほら、しばらく一緒に飛んでてくれる。シールドリチャージが少し遅いよな。これ自動生成されるらしいからちょっと飛行船はこの辺に置いて、よし、あー終わった。いやー飛行機手に入れるのも大変だな。こっからね、また生成されたやつを売って400万、また売って800万。でも1日かかるらしいからね。明日この時間もう一回やればおそらくいるのかな。それまでの間はこいつでやりくりするか。テレポーター用意して、そうだな。まあ。ソジウムがない。大気収集はいらないでしょ。建設ユニット。建設調査ユニットはあってもいいかもしれないな。これ四角ハウスあるでしょ？まあ。これでもいいんだけど、こいつね、ドアがね、通電させなきゃいけないっていうのがあってね、めんどくさいんですよね。だから全然、炭素でこれ作っちゃった方が。ちゃうな。一回こう底上げして、あれ？スイッチしないぞ。あれ？これくっつかない。あれ？あれ？うん、あれくっつかない、くっつかない、くっつかないな。屋根はどうだ。フェライトが足りない。じゃあ、まあ、とりあえず、建設始めちゃう、ハウジング始めると時間かかっちゃうから、この辺で終わりたいと思います。いやー、楽しかったなー。飛行機見てるだけでも楽しいからなー。
楽しめるかどうかはすごいね、他の人が楽しめるかどうかは全く私は考えてないのでね、ゲーム実況ね。本当は考えなきゃいけないんだけどね。考えなきゃいけないんだけど、まあ、私が楽しんでる姿を見せるのが一番楽しめるコンテンツというふうにね、なってもらえればっていうのがね、あるから。まあ、ゲーム実況の面白いところはそこだからな。いやー、手に入った。ずっと見てるだけだから、ライブ性とかもね、微妙だからね。ノマズすごいね。あ、でも、なんだろうな、でも、やっぱ人気な VTuber さんがやれば、それだけで面白いか。私は別に人気でもなんでもないし、喋り方がうまいわけでもないから、こんなんだけどね。よし。いやー、長かった。長かったなー。これを何とかするのにすごいかかったな。まだコレクションが、なんか、加えるがまだできたから、1、2、3、4、5、6、7。おや？おかしいな。もしかしたら、同じ船が2つあるから、その分の換算がちょっとおかしいのかもしれない。わ、あ、私の母船が見える。よし、終わろう。終われなくなっちゃうから、終わろう。動画はこれにて終了です。とりあえず、ここの基地を設営して、で、また24時間後にお会いしましょうだね。で、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。いや、ここまで付き合ってくださった方、ありがとうございます。